おはようございます。白菜です。さて、本日のお話はエネルギーを使い切るというお話です。なるべく疲れたくない、特に理由はなくてもなんとなくそう思ってしまうことあると思います。でもエネルギーを残してもそこに余裕を感じて中途半端な休み方をしたり、調子に乗って夜更かしをしてしまったりすれば、疲れは取れず、残したはずのエネルギーもなくなってしまいます。エネルギーは貯めるより、循環させた方がいいのです。その日のエネルギーは、全部使い切って、しっかり休み、また充電する。そうすることで、エネルギーの絶対値は増えていくし、古いエネルギーが体内に溜まって、逆にやる気がなくなってしまうのを防ぐことができます。動くからこそエネルギーを使い切って、新鮮なエネルギーを入れ続けるからこそ、高いモチベーションを保って行動できるのです。また、寝つきが悪い時、お酒を飲んで眠るという人もいますが、お酒を飲んでも良質な睡眠は得られません。その日のエネルギーを使い切れば、自然な形でぐっすり眠れます。加えて、翌日の寝覚めもいい。そして、エネルギーを使い切るということは、自分の力を出し切るということでもあります。力を使い切ることで、できることも増えていく。余力を残すことは、なんとなく安心感を覚えますが、貯めておいたところで、いざという時など、ほとんどありませんし、本当にいざという時は、思っても見なかった底力が出るものです。その日のエネルギーは、きっちり使い切って、循環させましょう。水や血液と同じように、循環させることで、新鮮でパワフルなエネルギーを持ち続けることができます。そのエネルギーが、活力になるのです。では、今日も素敵な一日を。